大阪府枚方市葛葉宮表参道商店会のみっけちゃんでございます。皆さん拍手をお願いいたします。バレエのダンスで始まりましたけれども、みっけちゃんはバレエをね習っているということでとっても得意なんですよね。そこでまずはじめに来月はクリスマスということでくるみ割り人形より行進曲を踊っていただきました。ありがとうございます。なかなか激しいからいろいろ落ちたねこれかわいいのどこにつけてたんやろ。つけれる？持っとく？こっちもいっぱいあるから。それぐらい激しいダンスを、これ重いね。これびっくりした。これ持ったことある人なかなかね、すごいずっしりしたのをつけてるんだね、リボンをね。じゃあちょっとですね、みっけちゃんからメッセージがあるということなので、ですがね、おしゃべりがねなかなかねそんなできないのでボードに書いてくれてきました。じゃあ私が代わりに読ませていただきます。じゃん。みっけちゃんは大阪府枚方市葛葉宮表参道商店会のキャラにゃんということですね。はい、ありがとうございます。次もあるの？みんな好きなものはあるかにゃん。どうですか、好きなものある人？はい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 、どこ行こうかな。ちょっとよいしょ。はい、してくれた子、はい、子供に行こう。何が好きですか？魚。魚が好きということです。前から失礼します。お魚好きだってどうですか？グーグー。みけちゃんもお魚好きですか？大好き。グーですね。そりゃ好きですね、猫ちゃんですからね。一緒だね、ありがとう。そして続いていける？結構めくってるよ。はい、みっけちゃんは
クズハにある大きなクスノキ、クス玉龍神が大好きにゃん。へえ、そんな大きなクスノキがあるんですね、クズハには。すごいすごい、いい香りがしそうだね、なんかクスノキって。そして今一度自分自身の地元のいいもの見っけ、いい人見っけてにゃんといただいております。それぞれ皆さんいろんな地域から来ていると思います。何かね、改めていいもの、地元のものってあんまり考えなかったするもんね。ぜひ皆さん今一度考えてみてください。そしてあ、きっと地元が素敵な村や町になっていくにゃんよといただいております。そうだね、地元の人たちが愛することによってよりいい町になっていくもんね。いいこと言う、ありがとう。メッセージは OK ですか？言いたいこと言えた？よかったよかった。じゃあ最後はね、こうやってメッセージをくれたので、さらにさらにやっぱりバレエが得意ということなので、もう一度ダンスを披露してくれるということです。それではよろしくお願いします。 This is another PA's exclusive。さらに大きな拍手をお願いします。